阪神・淡路大震災から間もなく25年です。今日は大規模な地震を想定した救出救助訓練が行われました。これは阪神・淡路大震災を教訓に、警察と消防が連携を図り、救出救助に取り組むため、毎年この時期に行われているものです。今日は生駒断層帯が震源で震度6強の地震が起こり、集合住宅に多くの被災者が取り残されているという想定で訓練が行われました。参加者は建物に挟まれ身動きの取れない人や、3階から助けを求める被災者がいるなど、さまざまな状況を想定して取り組みました。中でも部屋の出入り口が塞がれて外に出ることのできないケースを想定したものでは、ドリルで壁に穴を開け、カメラで中の状況を確認してから人が通れるほどの穴を作り、被災者を外に運ぶという救助方法が行われ、参加者は真剣に取り組んでいました。阪神・淡路大震災のような大規模災害が発生した場合にですね、いかに対応しなければならないかということで、今回の訓練させていただきました。消防さんとの連携もありましたし、またこういった既存の建物を使ってですね、訓練できましたので、より実践的な訓練ができたのではないかと思っております。